2つ目こちらになります。じゃん、アーティストもお客様も生身の人間、はい、ということで、そうなんです、いろいろご苦労があったんじゃないかと思って苦労話を、本当にね、これはもう我々の仕事はこの、うん、こういろいろこうリスクがやっぱりつきものでしてね、はい、例えばあの映画とか同じアートでもね、うん、美術っていうのは、うん、あの絵は風邪ひいたり怪我したりしないですよね。これがね、やっぱりアーティストの方は生身の人間ですから、はい、まあ、そうそうはないんですけれどもね、うん、やっぱり病気もう季節して病気になったり、うん、人間だもの、まあ、怪我をしたりですね、はい、そういうことがあるわけですよ。で、まあ、そうたくさんはないんですけど、うちも過去ね、やっぱり 4,5 回そういうことがありまして、はい、まあ、それはやっぱりその、まあ、もちろん経済的なこともあるんですけれどもね、はい、やっぱり一番あれなのはやっぱ楽しみに していただいたお客様をですね、はい、ちょっと残念な思いをさせてしまうっていうのが本当辛いところですね。アーティストさんが急病になりました、例えば、ね、でちょっとコンサートこれ中止になりますみたいなこともありました。あ、もちろんもちろん、うん、でそういう時どうなんですか、あの払い戻し、もちろん中止の場合は全部払い戻しですね。で、そうですね、で本当にね、その中止になるケースっていうのは、はい、あの直前が多いんですよ。それは2ヶ月も3ヶ月も前からっていうのは相当、まあ長期なね、あの療養を必要とする病気でもない限り、ね、まあ、3ヶ月後だったら大丈夫だろうっていうことですけども、うん、これが1週間前とか10日前ですと無理なわけですよ。その札幌で演奏会なんていうのはね、はい、もうこれは中止せざるを得ないというケースがほとんどなんですよね、はい、その、 あの1週間なりとこ の、 そのコンサートのある日の、うん、それまでの間にそのお客様に告知をしなきゃいけない。そうしないとお客様会場来てしまいますから、うん、どうやって告知するの。いや、それはまずチケットを買ったお客様で連絡先が分かっている方、うん、はい、これは全て直接連絡をしますし、あの各プレイガイドの方でもその連絡先が分かっている方には連絡をしていただくと、はい、あとはね、まあ、新聞広告も出すんですけれども、まあ、なかなか目に、お金かかりますね、まあ、これかかるのはいいんですけどもね、なかなか目に止まらないんですよ。そんなあの全面広告出せるわけじゃないですから、うん、そうですね、まあ、出してもね、本当に実際あの結局分からずに来てしまうお客様は必ず何人かいらっしゃる。やっぱり当日も来ちゃう人いますか。ありますね、はい、でそこでも事情をご説明して、まあ、お帰りいただくんですけどもね、まあ本当辛いですよね。いや本当だ、辛いけど、そういう時に確かにアーティストもお客さんも、まあ、生身の人間と、そうですね、あのアーティストの方も辛いと思いますね、やっぱりお客様も楽しみにしてらっしゃいますし、でアーティストの方もやっぱり、まあ、で札幌好きな方多いんですよ、すごく。はい、で札幌でやっぱり演奏会をされるすることをですね、うん、楽しみにされているアーティストの方がたくさんいらっしゃいますので、はい、それがやっぱりそういうことになってしまうと、うん、まあ、アーティストの方も辛いですよね、うん、やっぱり札幌のファンの方たちにそういうちょっとご迷惑をおかけしてしまうことになるということで、そうか、なんかじゃあ渡辺さんの話聞いてたらどうしてくれんだよっていうようなアーティストさんもやかわいそう、そっちにも気遣い、お客さんにももうごめんなさいみたいな、本当そうなんですよ、ね、ああそうなんです ね、 まあでもね、どうしてくれんだうちの会社って、いえいえそうなんです、もうとにかくはお詫びするしかないですね。まあでもね、やっぱりあの本当にあの生身の人間ですから、うん、どちらも、はい、やっぱりこういうことは常に起こり得るってことは考えてやってますね。あのこれまでで大変だったの他にもありますかとお聞きしましたら、やっぱりあの震災の時の、そうですね、はい、はいはい、あれもですから、うん、まさかね、うん、あれが原因で中止になるとはね、私も思わなかったんですけれども、うん、結局はその中止だという原因がやっぱり原発の問題なんですね。それであの、はい、あの海外のアーティストの方が相次いで来日しないと、はい、うん、そんなありましたね、それね、相次いで中止になりまして、はい、ですからあの時、まあ、4月から5月にかけて3公演、あの海外アーティストの演奏会が中止になってしまった。大きいのばっかりですね。そうですね、でまあね、やっぱたまにあるんですけれども、連続して続いたっていうのは、ね、まあ、あんまりないですね。おいらこれまで商売してきた中で、いや初めてです。連続して大きいのが自分の不可抗力で、会社としてやっぱり大打撃ですよね。そうですね、大打撃でしたし、やっぱりその、はい、それが原因で、あの、まあ、お客さんもそうです、私もすごく楽しみにした演奏会だったんで、あのそれも非常にあの、まあ、辛かったし、ちょっと残念でしたね。でもあのそのうちの2人は、はい、あのその後やりました、札幌で。そうなんですね、本人も来たがってましたし、それもまたちょっと嬉しいエピソードですね。あとあの雪国特有のということもありますね。そうなんですよね、北海道は
やっぱり冬が危ないんですよ。特にやっぱり1月ぐらいですかね、はい、悪天候でやっぱり交通機関がアウトになってしまう、うん、そうするともう来れないんですよね、はい、もちろん飛行機は飛ばないし、JR というか陸路も遮断されちゃうと、うん、もうこれもやっぱり中止になっちゃう、ね、そうですね、アーティストがどんなに来たくってもしょうがない。そうなんですよね。でまたそんな中頑張って来てくれるお客さんもいるかもしれない。そうなんですよ、それがねなかなか本当に辛いところですね、ですからまあ今冬場に関してはですね、はい、当日着くんじゃなくて、うん、必ず前日に入っていただくというのも原則にしてます、ね、そうなんですね、いろんなことがあるからコンサートやるって、はい、ということでいろんなコンサートをやっていらっしゃいます。ではそのあたりを、3つ目のキーワードで伺ってまいります。3つ目こちらです。じゃん。